それで俺たちは諦めないか。だがサスケの近くには常にオロチマルがいる。仮にオロチマルを抑えたとしてもサスケがお前たちの話を、決して楽な道ではない。今回は失敗しちまったけど、でも今度は違う。今度は俺とサクラじゃ、二人だけじゃねえ、サイもいる。サスケへの道がどんなにきつい道だとしても、俺たち3年経っても変わらない思いか。その強い意志がある限り、お前たちは挑み続け、いかなる邪魔が入ろうとも、お前たちは越えていくのだろうな。いいだろう。ナルト、サクラ、サイ、五代目火影としてお前たちに特別任務を与える。特別任務？いいか、この任務に期限はない。だが途中でやめることは許されない。辛く厳しい任務だ。しかしお前たちならできる。ウチハサスケを連れ戻してこい。お前、ばあちゃん、師匠、わかったな。了解。